こんにちは、あやです。ひよです。どうもどうも。今日は2人でコリアンタウン、大阪の鶴橋というところにあるコリアンタウンに行ってきたので、購入品を紹介したいと思います。これじゃじゃん、見えます？もうこれ知ってますよね。もちろん前韓国のり、美味しいやつ。これ12パック入って500円ですか。安い。美味しい。これはどうせ買うんだったら確かに鶴橋で買った方が安いかも。私たちはコリアンタウンで買います。これ何やろ。ね、韓国ってあのラーメン大国なんですね。日本も結構ラーメン食べると思うんですけど、特にこのインスタントラーメン大国で、私も韓国行った時すっごいスーパーにもうラーメンだけですごい列なんですね。今日もいっぱいあったね。でこれが、5個で550円でした。あの安い。いろんなの選べて、でそのうちの一つがこれ、じゃがいものカムジャンやったっけ、忘れたけど、じゃがいもの麺、じゃがいもの麺です、はい、食べたことないからレビューはしてないけど、またします。多分順番、ラーメンはラーメンでラーメンだけ行こう。はい、じゃんじゃん行きましょう。野菜ラーメン、味は知りません。はい、次。はい美味しそうですね。あのセットもあります。同じやつやともうちょっと安かったです。同じ味だけやったら。これめっちゃ美味しそう。チーズラーメン、はい、あとはこれ、あ、これはもう有名な辛ラーメンですね。辛ラーメン、辛いやつ食べたことあります。辛かった。美味しい。でも食べれる辛さ、辛いの無理なんですけど。あ、これは一緒一緒一緒、チーズラーメンね。あ、2人分。チーズ、あ、お前はい、これね、スーパーでも売ってるんですけど、コーン茶で、しかもオーガニックで、イエイ、オーガニック最高。なんかね、なんて言ったらいいかな、これどう説明したらいいと思う、この部分。水出しもできる。そうそうそう。水と一緒に置いといてもいいし、煮出し、あと10分でできるみたい。あの、夜間に入れて。だから、1回分じゃなくて、1リットル。うん、1リットル作れる1個 で、でそれが15袋かな、入って350円ぐらい。安いよね、それは。これ、はい、これね、皆さん使ってほしい。ほんまに使ってほしい。だしだ、知ってます？牛肉の、だしなので、テールスープとかにいいんですけど、もう牛肉スープ作るだけで、だしだがめっちゃいい。しかも安かった。わかめスープとか。そうそう、わかめスープだから、韓国焼肉食べるときにスープで出てくるときの味っていうか、わかるかな。美味しいやつ。あの味です。もちろん炒め物とかでもいいけど、ます、ね、うん、美味しい。定番スーパーで売ってますね。これもコチュジャンです。もうこのまま炒めてもいいし、なんていうの、スープに入れてもいいです。味噌スープみたいなんで今ので300円です。安いですよね。安い、そう、安いが買ったねこれ。くどいたらいいかな。ちょっと見せられへんけど、わかるかな。ホットク2枚。そう、さっき黒砂糖ピーナッツ食べました。めっちゃ美味しかった。で、あん、オグラン、うん、で、あと残りがカレーチーズありますね、うん、で、あとチーズバッター、私もう1個食べたね、うん、1日に初めて2個食べたけど、まだいけます。いや、美味しい。ほんまに美味しい。ほんまに美味しい、これ。カリカリもあるし、もちもちもあるけど、どっちも好きです、うん、はい、まあ、韓国の伝統的なお菓子ですね。あ、これ何？あ、チヂミかな。あ、うわ、バイバイ。あ、イエー、今食べへんけど美味しそう。チヂミ専門店が鶴橋駅、近鉄の鶴橋駅の近くにあったんですけど、もうこれは美味しいもん。あれも美味しいに決まってる、うん、あとで食べます。はい、10枚セットで400円の顔のパックです。安い。そう、1枚だから40円。安すぎて私あんま信用してないんですけど、まあ、やりましかなぐらいのテンションでやろうと思います。見て、効き目が違うねんね、全部。そう、これなんて読むの？いや、知らないけど。え、なんて読むこれ？オード。疲労、何だっけ？回復？違うか。はい、次。老化防止的なやつ。効能まで覚えてへんけど、あ、老化防止しか買ってないもんな。そう。老化防止。ローズマリー老化防止。ロイヤルゼリー老化防止。老化防止しか買ってないんじゃん。あ、老化防止。老化防止。あ、それは違う。これな、老化物を取るって書いてた。一緒やん。ほぼほぼ。これ私も買いました。ここから私ね、選んだやつ。
アセロラ。私は見た目で選びました。え、あ、パパイヤ、あんまないよね日本では。はい、次ジャスミン。アルガンオイル好き、オイル好きなので、オイル。はい、これで400円。安いな。何かな、何かな。なんか一人でさ商品紹介をやってるやん、一緒にやるの変な感じやわ。何かな。これ名前忘れた。なんか韓国のこれも伝統的な、揚げ菓子らしい。4本入って150円。大人気らしいです。なんか日本でいうあれかな、ポン菓子とかって日本の昔のお菓子で有名じゃないですか。多分それの感じで。何が入ってんの、ちょっと分からへん。これ食べてみる今。そう。なんでこれ食べたかってん。明太子のチャンジャー。美味しいですね。絶対美味しいやつじゃない。ということで、ド定番のやつを買いました。そんなもんかな、今日。ほぼ食材。で、今日何日だっけ ?6 月の11日、日曜日にコリアンタウン行ったんですけど、なかなか人多かった、ね。多かった。警察もおったのが、なんかあれは関係あるか知らんけど、結構呼びかけてたから、お祭りと思ったら、単純に人が多かった。多かった。そちら。平日行くか、もちろん早い時間、私らが行ったら3時ぐらいからちょうどこう人が多いカフェタイムだったんかなって感じですけど、お土産買ったりね、よし、これ食べよっか。じゃあ食べよう。揚げ菓子って書いてて、名前忘れちゃった。何も書いてへんね、パッケージに。じゃあ、いただきます。これなんか、ちょっと食べたとこで申し訳ないですけど、中見て、ピンク、ピンク色してる。なんで、何味、味する。見た目ほどありません。食べていい。なんか餅みたいな。見た目と食感が違うね。なんか食べたことある味やった、このピンクの部分。ほんま？なんか入ってるけど、わからん。説明できない。何やろこれ。おいしい。おいしい、でもおいしい。思ったよりおいしい。お茶と合いそう。韓国のお茶。日本茶も合いそう。コーン茶もあるで、さっきの。合うな。グッと合うな。何やろこれ。いらん？止まらへん。おいしい。ただ味が分からん。なんかもちもちしてて、で揚げてて、揚げドーナツじゃないな、なんやろな。揚げてる感じは揚げドーナツと一緒なんだけど、中なんなの？食感がなんか。でも米やんな多分。お米やと思う。米やと思う。多分お米使ってるからもちもちしてると思う。もちもち。はい。まあ調べてまた載せときます。行きたいね、はい、行きたいね。行きたくなったね。じゃあヒロさんは。韓国人の血が入っているので、ぜひ韓国語で最後締めくくってもらいましょうか。おお、そうですか。はい、ぜひぜひ韓国語で皆さんにお別れを言ってください。アンニョハセムニダ。アンニョハセムニダってどういう意味？え、アンニョハセムニダって。え、違うかった。アンニョハセムニ、いや知らん知らん。え、何やったっけ。アンヌ、え、何やったっけ。え？なんか教えて、何やったっけとか。いや知らんもん、私も。俺も知らない。韓国語でバイバイってなんて言うのかな。韓国語でありがとうって言ったわ。カムサハムニダか。カムサハムニダ。カムサハムニダって言ってるじゃん。でもそうやな。じゃ最後カムサハムニダで締めましょうか。うん、締めましょう。それでは皆さん、カムサハムニダー。